What's up? バッパーショートです。ああ、今は朝の7時、グッドモーニングですね。昨日ね、フェズについて、昨日バタバタしてて、あんまりフェズの街が見れんかったんやけど、今日ちょっと時間があるんで、朝一ちょっと街ブラーっとしようかなと思う。うわあ、みんな見て。やっぱり朝一、全然人がおらん。最高やな。やっぱりまだあるな。Good morning, how are you? No problem with you. Yeah, good price.Welcome. you sell this one? Yeah. Oh, okay. So I'm not gonna buy. Hi. Yeah. Good morning. Good morning. Thank you. みんなごめん、ちょっとお腹減りすぎて。早速これ俺の買うらやるクロワッサンが20円やで。やっぱり朝はクロワッサンうまいな。Hello. まあクロワッサンはフランス発祥なんやけど、今やったらクロワッサンフランスよりモロッコの方が美味しいらしい。まあフランス人の友達が教えてくれたんやけど。ボンジュー。なんかアラブ人ずっと喋りよったら、なんかほんま喧嘩したように聞こえるな、いつも。うん。ここがね、水飲み場らしい。うん。まあみんなこれ結構飲みようんやけどな、俺はどうかな、飲めるかな。まあちょっと喉乾いたし、飲んでみます。全然うまい。 It's open. ローカルのね、コーヒー屋見つけたんで、コーヒー飲みたいなと思います。ワンコーヒー。カフェにビリヤードとかあるで。でね、みんな、このカフェなんかあの異様な匂いするなと思ったらね、やっぱり朝からね、アシス吸ってると思います。このエスプレッソも10円です。最高やろ。でね、こうやってあの家の前で寝とした人もおる。フェズの街はね、やっぱり山の上にあるからすごい坂道やけど大変やで、朝から。ストロングマン。Yeah, man. Where are you from? From Japan. Japan. おはよう。おはようございます。But you need someone to show you the way, the big mosque. Yeah, I have someone already. Thank you. We have an official guide, maybe? No, I have already. I have a professional guide. まあ建物がね、古いかららしいんやけど、まあ街の至る所でね、こうやってコンストラクションが見当たる。まあかなり古いよな、建物も。でね、この今ついてきてくれた人、どうかな。このまま、紹介しちゃったから金くれとか言われんかったらいいんやけどな。なんか結構、フェズでは、まあ、誰か勝手に寄り添ってきて、で、俺ガイドしたるからみたいなガイドしてもらって、で、金が取られるっていうパターンがめっちゃ多いらしい。だからみんな、もし、フェズに来ることがあったら、そういうのには気をつけてください。What's the time now? Now it's 7 o'clock, I think, something. 7 o'clock. No, 8:14, I have to go back. I have to go back, man. Which time? 8:14. No, it's 7:40. No. I'm sure. No. Just one moment. Thank you very much. You're welcome. Nice to meet you. やばい、仕事に遅れる、やばい。仕事に遅れる。今からと仕事なんでね、また後で。皆さん、仕事終わってね、今からまた冒険に進むんやけど、まあ今10時なんやけど、やっぱ10時になったらもうだいぶ店も出だして、忙しなっとう感じかな。見て、こんな感じでだいぶ忙しくなってきてる感じかな。でね、フェスほんまでかい。まあ1時間なんか速攻なくなってまう感じやね。で、まあ目的地が決まってても、もう常にもう道に迷うっていうね。やっぱ建物がね、高くてね、上が見えへんでね、まあ、いつもどこにおるかわからんようになる。でね、 Google マップとかももう全然信用できん。 Google マップにないような道ばっかりみたいな。もう何やかわからんぐらいね、いろんな店がある。メガネ屋があったり、携帯屋があったり、服屋があったりね。で、みんなね、こんなメインストリートでもすぐポッポッと横に入っていくと景色が全然違うよね。見て、こんな感じみたいな。大きい道入ってて、すぐ入ったもう横全然違う景色なんで、ほんまもう何回も同じとこ回っとるような気がしてしゃあないやな。でね、朝は結構みんな道端に水まいとうからすごいびちゃびちゃになる。だからもしみんな朝に来たいなと思う人は靴とか履いていった方がええかもしれん。で、かりんとうの店かな。Very good. It's sugar. Sugar with milk. What's the name of the food? This one. It's name is Shabia Kriush.
And this with almond. これがね、モロッコフェズのなんか有名なお菓子みたい。めちゃくちゃ甘い。ほんまカリン島にちょっと似てる感じ。なんか、なんか。セランダカヤベラ。めっちゃひどいわ。俺は一体どこにおるんや今。でみんな見えるかな。なんかこの奇妙な物体。結構なんか暑いんやけど、クレープを作りみたいこれで。Yeah. これでめっちゃ安い。1ディルハム。うん。ハニーがついててね、めっちゃうまい。ここはね、多分野菜ストリート、もう一本道ずどーんと野菜。見た目めちゃくちゃ新鮮そうやで。横にはラクダの顔が。首ごとちょん切られとみたいな感じ。いかついな。で他にもね、羊の頭とかヤギの頭とか、牛の足とかね、あの豚の足、あ 牛の足か。豚は食わへんな。ここ豚の足とかね、普通に置いてある。 Thank you man. Welcome. Thank you very much.でね、人なんやけどね、人もおるし、やっぱり悪い人もおるね。まあ 80% まあフェズで言ったら売りに来たり、客引きに来たりみたいな感じやけど、まあ 20% はね、すごい人もおる。うん、みんな見て、羊が溢れてる。 Yeah, bless! Thank you, man. Thank you, man. でね、ということでね、まあお金なしで道も教えてくれたりね。うん、だからやっぱり世界ね、どこも同じやと思う。人もおって悪い人もおる感じやね。迷ってます。俺どこにおるかわからん。まあね、見た目ね、ここは職人さんがなんかいろんなもん作ってる感じ。まあここは多分銅なんかな。人に聞いた話によると、エリアによってなんか刃物が作られとったり、大工とかあったり、日本の昔みたいな感じかな。エリアによって全然違うみたい。いや、ガチでもう家帰りたいんやけど、どこにおるかわからへん。まあ今おるところはちょっと見て、みんな家とかも結構古い感じ。メディナの中でもすごい建物が全然違う。新しい建物があったり、めちゃくちゃ古い建物があったり。いつまでたってもそのメインストリートにはたどり着けんっていうね。まあそのネットとかでよく書かれたのは、フェズのメディナには日本の大きい道があるみたい。その日本の大きい道に行ったら絶対迷うことなしみたいな感じで書いてあるんやけど、上見えるかな。サインもあるんやけど、アラブ語で全く読めへんっていうね。皆さん、ようやくねメインストリートに着いたっぽいね。まあここに来ればね、もう安心なんやけど、まだ初心者やから全然ここの街のこと全然わからんねんやけど、大きいしめちゃくちゃ迷う。前もってね、ガイドとかつけとく方がもしかしたらええかもしれん。その場でねガイドされて金ぼったくられるより全然いいと思う。特に冒険心が強い人とかね、まああそこも行ったろあそこも行ったろとかなってね、まあ余計迷う。フェズ暑いしもう疲れた。今回ね、まあ、歩いた距離、まあ、3時間歩いたよ。多分ここが俺の家か。ということで皆さん、アディオス。あー、どこかわからへん。どこやねん。迷ってます。